本日はですね、伏せ谷線っていうんですかね、国道77号線を通って、雪温泉の方まで行こうとしてます。なぜかしらおまわりさんの人形が置いてあるんですね、ここにね。で、保育園があったりして、イチゴファームベリフルとかいうところに来るんですが、ここは結構家族連れが多かったですね。吉山とかいうなんか食堂というかレストランみたいなのがありました。少し行くと吉山ビアンコっていうなんかイタリア料理のなんかお手頃な料理が食べられるところがある。でもうすぐ行くと蕎麦屋だったかな、なんか雪茶屋っていうなんか蕎麦屋さんみたいなのがありました。で、ここは488号線雪湯の山温泉街道というところに出ましてですね、
辺がなんか川澄交差点とかいうんで、左に行ったらあのミルクロードとかいうのがあるらしいんですけどね。あ、ここじゃったかな。あ、ここだ、間違えた。ここを左に行くとミルクロードに出て、で、あの大下ストアがあるんですよね。で、コーヒーとお食事の店、どんぐり亭っていうんですかね、まあ、入ったことはないんですけど。で、また唐揚げのショームっていうんですかね、ここも入ったことないんですけどね。で、あのここは大森八幡神社があったところ、あるところなんですよね。海心っていうんですかね、もう入ったことないんですけどね。で、なんかここはあの雪の幸せ観音とかいうところらしいですね。で、459ファームとかなんかで、ログ喫茶、なんていうか、無双花、無双、なんていうのかな、よくわからない。で、ユキ出張所前を左に曲がって、行くと、釣り堀があるんですね、これ。ここは結構家族連れがいっぱいいましたね。で、花カフェ松の字っていうところがあってですね、郷土料理もみじとで石ヶ谷橋に登る道があってですね、昔はあの、バイクで林道ツーリングしょるときに、あの石ヶ谷橋ですかね、あそこを登って行ったことがあるんですが、あそこはもうあの 岩のガレ場があってですね、なかなか走りごたえのあるところでした。まあ、ここで雪温泉に着きましてですね、で、ここは足湯ですね。で、右側に雪の庵っていうなんか甘党の店みたいなのがあったのかな。で、ここが正面が国民宿舎雪ロッジ二つ星ホテルだそうです。で、やっと着きまして、ここでまた、オオサンショウウオ、こんにゃくとかりんとうを買いました。オオサンショウこんにゃくは、大と小があって、大が500円、小が200円で、
あの、台が売れ残ってなかったので、もう、売り切れてたんで、小しか買いませんでした。で、ここは、雪の朝市じゃないや、特産品市場。で、ここが、足湯。で、これがなんかマスコットのカバ君みたいですね。で、まあ、私、ファットボーイと、ホンダの、なんていうんですかね、あれ、ちっちゃいバイク。で、まあ、これで、雪温泉を出ましてですね、帰ろうかなとしています。雪温泉は、海湯っていうんですかね。海湯はなんか1500年前に遡るらしいですね。で、なんか白鷺が怪我したのを癒して温泉に使っとるのを村人が発見してね。それから、また湯の来る里と呼ばれて、で、やがて雪温泉と呼ばれるようになったそうですね。で、まあ、新聞に、原爆ドーム前の川にですね、なんかオオサンショウウオが流れ着いたいうのが新聞に出てましてね。で、まあ、おっさんはちょっと、雪温泉に、そういや、オオサンショウウオのこんにゃくを取ったなぁと思い出してですね。で、まあ、ちょっと買いに来たというわけです。この釣り堀で、まあ、釣った魚をこう、なんていうんですか、焼いたり、塩で焼いたりね、それからなんか天ぷらいうんですかね、油で揚げて、あれはもう頭から尻尾の先まで全部食べれますからね。非常に美味しいですよね。まあ、ここら辺はもう、もう帰り道なんですが、まあ、まあ、これはなんか、田舎の方になんか、そば やったりね、カフェっていうんですか、をやったりするのが流行ってますよね。で、また、そういうのを食べに行ったりするのが好きな人が多いんで、まあ結構繁盛してるんでしょうか。ということで、ちょい乗りでした。